はい、こんばんは。入りたて浜コーヒーの浜です。今日はこちら5キロ焙煎機のこの上ですね、サイクロンの掃除をしたいと思います。もうすでにちょっとね、ダクトを外したんですが、もう半年ぐらいずっと使い続けてまして、ちょっとずつ排気能力がですね、弱くなってきてたんで、まあそろそろやばいかなと思いながら、だましだましというかね、使っていたところ、まあ開けてみたら結構汚れてたんですね。なのでもう開けてみてしまったが、最後これはやらんと仕方がないということで、ちょっと今からやりたいと思います。もうちょっとね、夜なんで、今日はサクッとやってささっと終わりたいと思います。よろしくお願いします。こちらですね、サイクロの上の部分なんですが、これ今もともとは向こう向いてたんですね。向こう向いてたのをちょっとこう上だけこっち向けたんですが、こんな感じになってですね、ここがもう綿状になってるんですね。これ煙に含まれる粒子が付着してきて、こちらもそうですね、内側がこうね、ふわふわのモコモコの、こういう断熱材みたいなのがありますけども、これ断熱材とかじゃなくて、もともと何にもなかったところに、煙の粒子がちょっとずつついてきて、このように堆積しているという状態です。この中もちょっと見ていただきますと、中にこのようにファンがありまして、ファンが回転するんですよね。回転して煙を出すんですが、この中もまあ同様についてます。はい、こういった状態です。でこれがずっと溜まりますと、中の羽が回りにくくなって、回りにくくなるというかね、回転速度が遅くなって排気がしにくくなるとかね、弱くなってしまったり、最悪止まってしまうということがありますので、定期的な、清掃メンテナンスが必要になります。今回はここのブロワーの中と、そこの75パイのダクトの清掃をしようと思います。この排気がもう弱くなる、もしくはもう止まってしまっている場合ですね、この中でもうその羽が回らないぐらいにですね、この汚れが中で溜まってしまっている恐れがあります。その場合はどこを外すかというと、この上に、ここですね、この上にネジがあるんですよね。ここあと、これがこの上の部分に4箇所ありまして、これを外せばここから上がボコッと取れます。このね、このモーターとこの中の羽がガバッと取れるような状態ですね。でそれで中を開けることができます。サイクロンのこの上の部分、ここがもうすぐ外れますので、こんな感じでね、ここももうすでにね、こんな感じで汚れがついてます。ただここの部分はそれほど多少ね、このカスが溜まってるからといって、その直接的なその抵抗とかにはなりませんが、ここの中の部分は詰まり出すと、排気能力がもう極端に落ちてしまうということがありますので、何か異常があった場合、もしくはまあ定期的なメンテナンスというのは、特にここの中をしていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。ここのネジを外していきますが、ここに使われているネジはちょっと大きめのネジでして、一般的なドライバーっていうのはだいたい2番というサイズだったと思うんですが、2番だと舐めてしまう可能性がありますので、3番というドライバーを使ってください。ここはうちはもう何度か開けたりしてますので、そんなにきつくは締め込んでませんが、ここにバネザガネっていうね、緩み止めの金具がついてますんで、もしすごく硬かった場合は、これ鍋ネジなんで、上頭出てますからね、こうやってちょっとね、出てるところをペンチみたいなのでグッとつまみながら、一緒にドライバーと一緒にギューッとこう回してやると外れるはずです。もしね、プラスの頭がこう舐めてしまったとしても、横からつまんで一気に回してやると外れるはずですので、はい、注意して外してください。初めて外す場合はちょっとね、きつかったりすると思いますが、でこの上のネジ4つ外しますと、この上が取れます。ここね、こんな感じでね、ちょっとこれコンセント抜いてなかったですね。
はい、作業するときは電源を抜いてから行ってください。はい、これでここが取れるわけですが、ちょっと外してみますね。こんな感じで、おー、すごい、このようになってます。ほっ、よいしょ、こんな感じ。これね、これが高速で回転することで風を送り出してるんですが、こんな感じでね、いろいろ付着してます。これを取り除いていきます。はい、今外してきました。こちらですね、この羽についてる、これね、ここにあんまりついてないですね。この下というか、これはまあ上側になるんですが、ここにこうやってね、たくさんついてます。こういうものも全部ガシガシ、このマイナスドライバーなんかでね、取っていってください。こんな感じで取れるんですね。これ意外と気持ちいい作業ですけども、ここはですね、まあそうですね、そんなにまだ大丈夫というかね、ちょっと隙間がまだありますけどね、向こう側のケースの中の方がちょっとやばかったですね。まずはこっち側をざっくりと取ってから、ケースの方に取り掛かろうと思います。ちょっとね、汚れますんで手袋をしたいと思います。結構この作業ね、汚れがついてもいい服装で行ってください。これまあ普段使っているエプロンですけども、この汚れ自体は煙に含まれている、まあ、油とかもたくさん含まれてます。なので今乾いた状態でね、ごそごそ取れる分は乾いている状態で、取ってください。ここで水を使うと全部がベタつきますんでね、ベタベタして ねちょねちょしてしまいますからね。まあ大体7ヶ月ぐらいでこのぐらいになっておりますが、まあ、焼き方、ね、焙煎の仕方とか量によってやっぱり大きくこの汚れ方というのは変わってきますから、まあそれほど深入りではない、まあ浅入りとかね、中入りぐらいがメインだとそんなに汚れないかなと思うんですけども、まあうちはね、結構深入りとかも焼きますんで、ちょっと無言になりますがご了承ください。作業中はね、どうしても、あ、結構作業ですか、次側のお店ですね。これ結構適当にするつもりが、やりだすとなんかめっちゃ綺麗にしたくなりますよね。なんか途中から、いや、もうちょっと綺麗にしたいなというふうに思ってしまってます。どうしようかな、時間が足りなくなるかもしれませんが、まあ、今日はここ、あ、まあでもあっちのケースもやりたいな。だからこっちはもうちょっと削ったら、ちょっとね、今ね、大きなのは取れたんですが、その下にこびりついてる、ちょっとこういうやつですね、これをなんとかね、綺麗にしたいなという気持ちが出てきてしまいまして。よし、こんなもんか。OK。ここは完了としようかな。まあ、いい感じです。はい。続きまして。向こうのあそこですね、あれをやりたいと思います。この部分を外すのは
もうあのサイコロの上にねこれ乗っかってるだけですから、初期の方はこういう金具がついておりましたが、今はあのこれありませんので、あのただこうはめ込みだけで密封はね、保てますんで、ですのでこれを浮かすだけでね、あのこう回したりね外したりこうやってね外したりすることができます。これ外すとですねこんな感じになってますね。これこんな中見えますかね、これおすごいですね。これを掃除していきます。こちら側はおーこんな感じか、すごいですね。なんか何かあれですね、なんかチーズみたいですね、あのチーズケーキなんかそんなこんなやつありますよね。ないか、まあいいや、それではメンテナンスしていきますよ。ちなみに中はどうなっているかというと、おちょっとあんまり汚れてないですね。ここねやっぱりあの風の勢いというのと、あとはチャフとかまあ固形物がこの周りにねガーッと壁に当たりながら下に落ちていきますんで、あの外側の壁はあんまりついてません。でこの内側今ちょっと下に置きましたが、この内側ですね、ここの部分にいろいろ煙の粒子が付着してくるということです。で特にあのファンの回転を阻害するこの内側ですね、ここもうすでに刃が当たってる状態なんですね。これねここはあの刃がないところ、羽がねないところ、ここはねもう羽がねこう当たりながら回ってる、こういう傷がついてるのね。これはもう見えますかね、ここはもうこういう状態なんですね。はい、これを取っていきます。はい、それではこちらもガシガシいきますね。おお、もうさ、うわ、ガシガシいきますね。全部動かすので動きます。さらに風がここまで強いので、次の着地を加速してもかなりかかるんですね。よし、この中はね結構綺麗に取りました。はい、続いてこちら側の、こちらはね結構ねあの風圧が弱いところなんで、こうね柔らかいんですね。これね見えますかね、これね、ほらふわふわーっと飛ぶね、こうやってほらこれでこうですね、ここがちゃんとね飛びますね。おおこんなね、なんかもうちょいしましょうね。はい、出てます。すごい収まってたね。はい、ざっくりと取れましたね。はい、先ほどサイクロンの上の部分が終わりましたので、ね、次はこの中いきたいと思います。これね見えますかね、この綿状のやつ全部カスです。よっ、よいしょ。はい、取れました。この中ですね、この中がこんな感じになってるんですが、これはですねまあ曲げたり伸ばしたりゴボゴボやってると取れてくるんですが、あ、ごめんなさい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 、だいぶ取れたんじゃないかなと思います。こちらつけていきます。よし、よし、続
続いてここモーターの部分ですね、こちらもつけていきます。はい、はい、ということでサイクロンの清掃メンテナンスが終わりました。まあ作業時間的には1時間ちょっとぐらいかな、途中少し他の用事をしてましたので、トータルの時間でいうと結構2時間ぐらいかかってしまいましたが、まあまあこんな感じでございます。取り除いたカスというのはこれぐらいですね。これは上のモーターの部分に入ってた分です。でこのこちらは、そのケーシングの部分ですね。ケーシングというのは下の部分ですけども、はい、まあ結構な量の汚れがついております。まあ定期的なね、メンテナンスをすることで、まあ、末永くね、焙煎機使っていただけるように、まあ、お願いしたいなというふうに思います。ということで、今日は、焙煎機のサイクロンですね、5キロの焙煎機のサイクロンの、メンテナンスをいたしました。はい、まあ、参考にしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。さよなら。